マイケル・オクダと妻のデニス・オクダマイケル・ヒデオ・オクダは、ハワイ出身の日系人グラフィックデザイナー。米国のサイエンス・フィクションドラマシリーズ、スター・トレックのスタッフとして知られている。1986年の映画、スター・トレック4故郷への長い道に登場する、宇宙船 USS エンタープライズのブリッジコンピュータの画面をデザインした。 1987年に始まったシンスタートレックでは背景美術としてセットや小道具のデザインの細部を作り込んだ。最も知られている仕事はローカースと呼ばれるコンピュータシステムのデザインで USS エンタープライズをはじめとする惑星連邦の艦船に採用されている。これら奥田がデザインしたコンピュータパネルはファンから奥田グラムとも呼ばれている。 またリックスターンバックと共に、スタートレックの技術コンサルタントも務めており、転送装置やワープなどの科学技術をどのように使用すべきかを脚本家にアドバイスしている。これらはテクニカルマニュアルとしてまとめられ、脚本家にとってバイブルとなっている。このマニュアル後に、スタートレック、ネクストジェネレーションテクニカルマニュアルとして、ポケットブックスより一般にも発売された。 また妻のデニス・オクダとは、協調で、スター・トレック関連書籍を出版。スター・トレックシリーズの DVD ボックスにおいて、10話にテロップ解説を加えている。スター・トレック・エンタープライズが2005年に打ち切られた後も、パラマウント・スタジオで働き続け、オリジナルの宇宙大作戦のデジタルリマスター作業、新スター・トレックの HD 化作業に関わっている。 パーペチュアルエンターテイメントが開発を受け負ったスタートレックオンラインという多人数同時参加型のオンラインドールプレーングゲームの顧問を務めていたが、同社での開発は頓挫してしまい、代わりに開発を受け負ったクリプティックスタジオが一部のリソースを除いて、ほぼ別物として完成させリリースしたため、2010年から正式サービスされているスタートレックオンラインに奥田は関わっていない。奥田は アメリカ航空宇宙局においても仕事をしている。2009年5月にスペースシャトルアトランティスによって行われた STS-125 ミッションとコンステレーション計画のロゴをデザインしている。2009年7月9日、NASA は奥田を宇宙開発に多大な功績をした民間人として功労勲章を授与した。ありがとうございます。